桜法律事務所でございます。あ、恐れます、藤本俊明弁護士いらっしゃいますか。はい、私です。あ、私と申しますが、はい、以前にですね、沢田弁護士の懲戒請求の時に聞き取りしていただいた例なんですが、はい、覚えていただいてますか。はい、承知しております。はい、で実はですね、2週間ほど前に、藤本弁護士が、仕返しが一層 怖いと思うのであればと、はい、いうことに関して、公金会の方で覚えてないとおっしゃった件に関して証拠を提出させていただいたんですよ。はい、弁護士会に。それはご存知ですかね。いや、承知しております。弁護士会にその証拠を挙げた時に、まあ、はい、あの公金会の時にも、はい、本当は議決が出される前にこちらは証拠を出すと公金会に伝えたんですけど、それを拒否したんですよ。はい、ああ、それで、それは私には分からない。あ、もちろんもちろんそうなんですけど、でその後に、公金会も含めて、これは今回栃木県弁護士会の市民苦情担当窓口の担当者として聞き取りした案件なんですからと、はい、いうことで話を詰めてたんですけど、はい、もう全然門前払いということで、2週間前にその証拠音声を栃木県弁護士会に、証拠として提出しました。はい、そしたら、先週の週末の段階で、はい、個別案件は一切回答しないと。個別案件ってのはよくわからないんですけれども、結局、今回の手続きはよくわからないけれども、結局、弁護、まあ、結局個別の弁護士のことは回答しないってことですね。うん、ということで、ただ、はい、今回は藤本弁護士個人じゃないじゃないですか。担当窓口の役員として聞き取りをされて、それを覚えてないと。ただね、懲戒請求は、はい、私個人の弁護士についてそれを対象として請求することだからということじゃないんでしょうか。どういうことですか。だから懲戒請求っていうのは、あ、もちろんそうですよ、もちろんそうですよ、はい、うん、でそれで懲戒請求をかけていただいたときに、はい、公金委員会が、はい、あ、私が証拠があると、はい、言ったにもかかわらず、はい、それを受け取らないで数週間後に議決書を送ってきちゃったんですよ。うん、でその点は結局、窓口の事務方の鵜飼さんも含めて、はい、そこは公金委員会が判断したからってもう発言してしまってるんですよ。はい、でその件のその証拠を今回栃木県弁護士会に提出したら、それに関しても回答しないと。はい、といっても現実こちら手元に証拠があるもんですから、はい、で現実公金会の議決書を見ると、あ、仕返しがっていう言葉が覚えてないっておっしゃってても、仕返し的なことをされるのを怖いと思ってという発言は弁明されていらっしゃるんで、はい、この辺に関しては覚えてたんですか覚えてないんですか、それともこれは嘘なんですか。私はそのようなことは覚えてないとは答えてないです、はい、そのようなことを言ったとは思いますように言って、覚えてないって議決書に書いてありますけど、それはどうかな、ちょっと、そんなことかな、いや私は私で、仕返しという言葉を使ったかどうかは正確に覚えていないって書いてますよ。逐一の言葉は覚えていません、うん、そういうふうに答えました。いや、ここに書いてある、こう、議決書に書いてあるのはそう書いてあるんですよ。まあ結局、役員担当で聞き取りを県民市民からしてて覚えてないと言ってしまったんでは、言われた側としてはこちら困るわけじゃないですか。それにのっとって証拠を提出したところ、まあ栃木県弁護士会が隠蔽されたいのか、擁護されたいのかっていうところで、今後ちょっと問題になる可能性が出てくるもんですから、はい、じゃあ警告を受けたまっておくということですね。警告のレベルじゃないんで、今回はじゃあ藤本さんは嘘をつかれたんですか。いや、嘘ついてないと思いますが、仕返しという言葉は使ってない。だから、いや、それは分からないですよ、本当にもう、その当時のことは。だけど、公金会の時にもう覚えてないっておっしゃってますけど。いや、その通りだと思います。私は特に、嘘はついた記憶はありません。うん、ただここには仕返しという言葉を、仕返し的なことをされるのは怖いと思ってという、発言は書いてあるんですよ。ああ、ただ仕返しっていう言葉を使ったかどうかは正確に覚えてないっていうんじゃ話に繋がらないんですよね。それはそうですね。だから逐一の言葉を覚えてないというのはそういうことです。で、うちとしては栃木県弁護士会に証拠を提出するということであって、それが弁護士会においてどう対処されるのかについては
会もう私は分からない、弁護士会は信用してませんので、はい、今回の藤本さんの発言も音声データ残っておりますので、はい、で栃木県弁護士会が門前払いしたと、うちは栃木県弁護士会がきちんと対応してくれると思ったんですよ。だって今回は藤本さん個人じゃないですもん、藤本さん、俊明さん個人じゃなくて市民担当で役員として今回問題発言されてるわけですから。いや、だから懲戒請求は私個人を対象とする手続きなんですよ。それは分かりますよ。ただ今回は、市民担当、市民苦情担当役員として聞き取りをなさったんですよね。あ、だとしたら、いや、そうじゃないですよ。藤本俊明個人として対し、聞き取りをしてるんですよ。え、違うじゃないですか。私がですね、私がですか。苦情処理は、そうですね、私が苦情処理の弁護士会の担当役員として聞き取ったわけです。そうですよね。で、その時の発言じゃないですか。そうですね。で、責任、あやつさんが、はい。後期の請求との対象とするのは、私個人なんですよ。わかりますけど。私の担当の発言として許容できないというのであれば、その体制について、後期ではない手続きで、弁護士会について、それなりに、なんか発言なりなんなりを、していただくしか方法はないかと思うんです。ただ弁護士会の役員として発言した言葉なんですから、個人としての問題ももちろん弁護士としての問題と、あとは栃木県弁護士会の担当役員としての問題もあるわけじゃないですか、どう考えたって。はい、ですから両方を指摘してるっていう部分なんですよ。それを栃木県弁護士会が証拠も受け取らずに門前払いしてしまったと。で、今回もちろん2週間前にお送りしてるんで、栃木県弁護士会に、はい、お送りしてるというか持ってったんですけど、はい、もちろん藤本さん、お聞きになってると思ってましたので。いや、聞いております。ですから、もう提出してありますので、はい、聞いてみてください。自分がどのように、発言されたのか。はい、承知しました。はい。で、今回この発言を公益性公共性にのっとって、澤田弁護士の問題、懲戒処分された問題もありますので、はい、今後こういう弁護士が増えては困りますので、はい、この音声データを公開させていただきます。はい、結構です。はい。で、今回、藤本さんとしては、澤田弁護士懲戒処分になりましたけど、あの段階で懲戒処分になる可能性があったと思ってはなかったんですか？私はだからそれは分かりません。私は公金委員会の委員になったことがないので、尺度も分かりませんし。ただ弁護士個人としての結局弁護士法の問題はご理解されてるわけですよね。はい。であれば、今回は澤田弁護士が懲戒処分になった一つの目的っていうのは、焦点っていうのは、介護弱者への人権問題で懲戒処分されてるんで。だから弁護士法という抽象的な基準は承知しておりますけれども、はい、澤田弁護士の、はい、さんとの、はい、この案件がね、はい、懲戒に、相当するのかどうかっていうのは、私は懲戒委員の後期委員会の委員になったことはないので、はい、それは分かりませんので、じゃあそれは苦情を受けるとき段階で、はい、澤田弁護士の発言が懲戒相当かどうかは私には分かります。じゃあ今回苦情の対応としてね、はい、私があの時ご案内したのは、はい、澤田弁護士に伝えるのでよろしいのでしょうか、それとも他の何か手続きをお望みなんでしょうかということで、それであれば懲戒という手続きがありますというふうにご案内したんだと思うんですが、証拠に残ってますので、このままお話しすると、話がこじれてまた一層仕返しが怖いと思うのであれば、こちらで聞き置くだけになりますと。そうですね、そういうことは言ったかもしれません。今言われれば言ったかもしれないという話なんですか？そういうふうに言ったかもしれません、ね。じゃあこれ、被害者の人間に一層仕返しが怖いと思うのであればっていう発言は、普通一般感覚であれば、被害者にこういう発言はしないですよね。いや、実際にそういう発言をなさった方がいらっしゃったので、一つの、選択肢としてご案内した。そういうことをおっしゃった人とは、お伝えすればよろしいですかって言ったら、はい、いや、その弁護士に伝えたら、誰が苦情を言ったかっていうのはすぐ分かるので、はい、それで仕返しされても怖いので、弁護士会としてその事情を知っておいてくだされば結構ですという、苦情申し出の方もいらっしゃるので。うん、ただそれは苦情申し出の方が言った言葉を判断せずに、藤本さんがお使いになるのもおかしいですよね。被害者に一層仕返しが怖いのであればって言えば、
これレイプ事件だ傷害事件だであればみんなビビって訴えることできないじゃないですか。違います。レイプ事件傷害事件ということになればそれは刑事事件ですよね。それもおっしゃってましたよね。刑事事件ではないと。で今回澤田弁護士に関しては刑事告訴を予定してます。それは澤田さんの懲戒処分のことを見ていただければ分かると思うんですが、それも予定してるものですから、なぜあの時、藤本さんが独自で、刑事問題にはならないとおっしゃった部分ももちろん音声データで残ってます。はいはい。なぜそんなことをその段階で、公金、懲戒員でもない、とおっしゃるんであれば、なぜあの時発言されたんですか。名誉毀損か侮辱かということをおっしゃったんではないでしょうか。名誉毀損か侮辱か、刑事事件ということであれば要するに名誉毀損になるか、はい、侮辱になるかで刑事事件になさるというご発言ではありませんでしたか。で介護問題で追い出されたことも全部ご説明してるんですよね。だから介護問題で追い出す追い出さないっていうのはそれは刑事事件ではないと思うんですよ。ということには高齢者虐待法はご存知ですよね。いやそれは高齢者虐待防止法はご理解されてますよね。詳細は承知しておりません。だったら言えないじゃないですか、今回それに当たる可能性が出てきてるんで刑事告訴という話になってるんですよ。澤田弁護士の発言がですか。発言がじゃなくて今回懲戒処分されたのは結局頭の悪そうな人ですねっていうのは懲戒委員会がその部分に関しては名誉感情にはその当たらないと名誉を毀損するほどのレベルではないというので問題なしにされちゃってるんですよ。逆に、母を障害者の人間を施設も決まってないで施設から追い出した、それ以外に私成年後見人でもない息子に対して、支払い請求の必要もない連帯保証人でもない息子に対して、支払いを求めたというところが懲戒請求になってるんですよ。で、ここで介護弱者の人権問題っていうのは結局施設も決まってない成年後見にもついてない障害者になった人間を澤田弁護士が追い出したということなんですよ。それに対して、私は支払い、義務はないんですね、サービス利用契約書介護施設上の契約書でも。それに対して澤田弁護士は数百万という金を数週間期限を切って法的手段を取るとまで脅しをかけて、警告書を送ってきてるんですよ、はい、となればこれ脅迫恐喝じゃないですか。支払い義務のない人間に数百万支払い請求して頭の悪そうな人ですねと威嚇暴言侮辱発言したという話なんですよ。それに対して暴言かどうかわかりません。いや頭の悪そうな人ですねが暴言じゃなかったら暴言ってどっから出るんですか。まあまあ暴言には当たるかもしれませんけど威嚇とは言えるかどうか。いやそれだって口調で威嚇になりますよね。うん、だからそれは私はその場にいたわけじゃないから。はい、もちろんもちろん。ですから藤本さんに関しては結局どこまでその苦情担当役員として、その後もお話聞きにお聞きになってるかわかりませんけど結局そういう状況になっておりますので、栃木県弁護士会でまたお話しいただくか、今後また別にもう一回懲戒請求かけるか、音声データは公開させていただきますので、そこだけはご了承ください。はい。はい、よろしくお願いします。恐れ入ります。